さあ、じゃあギャンブルをして1日が経ちましたという感じで、あ、若干起動が遅い。いやー、なんか前日いろいろやっちゃったね。早く寝なきゃって言ってもメガネしてるからな。でいつも通りだけど、一応出たらね、何かイベントが始まるっていうことはサンドロックではよくあることだね。というか今日ちょっと喉がやばいかもしれんな。まあいいけど。はい、だお、ウンデン、なんだアルビオン。ハウリ、いや、ウンデン忙しいかい、お願いがあるんだ。あ、ライアンとダンビを知ってる。お、知ってるよ。すごいいい人たちなんです。ダンビは自分と一緒の教会にいるんですが、この上なく熱心なんです。おう、うん、その通り。そしてライアンはいつも一緒に来て話し相手になってくれるんだ。それで彼らの記念日が近づいているから、サプライズをしようと思って手伝ってくれない。おー、いいよ。よし、実はトラムシステムなんだ。またみんなが安全に使えるよう町役場が補強の予算を立てたんだ。だからもしトラムシステム、それをきれいにして装着したらどうかなと、きらびやかに。おう、あそこの景色を見たことがあるでしょ。完璧なデータスポットだよ。うん、チュー、チュー。記念のサプライズで渓谷の向こう側まで行く旅をプレゼントするのはどうかな。へえ。ライアンとダンビーの二人きりであの景色を見るんだ。いや、心が温まるでしょ。もしあのシステムを整備してもらえば、あとこの後のことは僕が何とかするよ。おう、これが町場から役場から受けた依頼です。警部としての権限を使って優先的に使わせてもらってますが、まあいいですよね。重要なのはトラムシステムを、きれいに装飾することです。そして、頑丈にあなたとジャスティスのように、あれか、ケーブルカーみたいなやつか。うん、そう、それは絶対に許されないね。ちゃんと計画を立てよう。それじゃあトラムで。雲仙、本当に助かったよ。あの二人もきっと気に入ってくれる。うーん。で、どうしたの、ヒロ。モグラ。君に会えて光栄だ。私か？ああ、私のことは気にしないでくれ。私のように。地味なモグラは、まあ、もっと大局的なことに関心を持っているんだよ。おう、そう、その通り、ただのモグラだ。友人に会いに顔を出しただけだ。おう、何かよ、でも、まあそこまで言う。なんで言いようとんだんだ。私は王女や仲間の代表としてここに来た。私たちはあまり裕福ではないというより、むしろ貧乏だ。おう、そう、that's how it is。我々モグラの暮らしは質素だ。多くは望まない。だが我々は苦しんでいる。我々には自由があり、愛がある、平等があるが、食べ物がない。はっきり言えば餌が必要なネズミが一匹増えたために、経済を維持できなくなった。ああ、うん、んお願いだ。優秀なコントラクターに町長を紹介してもらえて、おそらく互いにとって利益になるはずだ。まあいいよ。 Thank you。 ありがとう。君についていくとしよう。おう、ついていってくれるの。まあ、いろいろやってからね。で、チーホンなんだ。今、ドクターファンの病気を出たところだ。安静心拍147は明らかに異常らしい。カフェイン摂取量を抑えるように勧められた。従って、エクスプレスティーメーカーはもう必要ない。悲しいよ。ともあれ、協力してくれてありがとう。まあ、飲みすぎは良くないね。で、なんだ？マージャン卓。先日、ジャスティスが見つけた旧世界のマージャン卓の分析が完了した。残念なことに、これは使われている AI は私の知る限り最も初歩的なものだった。パイをシャッフルして積み上げること、持ち点を表示することしかできないのだ。これがマージャン以外で役に立つ方は絶対にないだろう。そういうわけでスクラップにしようと解体作業を始めたのだが、今度はそこへカトリがやってきてこんなこと言われたんだ。君を教会に使える人間とは認めないよね。よ、とね、やれやれ、このくだらない機械を修理し、マイ、ようじゃないか、マイクロチップと、カシニの板といっぱいあるな。
こういうのは君の得意分野だろう。この機械を直してくれないか。今はゲームセンターにある。真面目に研究したから。あ、ゲームセンターの新しいのになるんだね。で、バージェスから梅雨アラートコード。梅雨、ついに来ました。大地の恵みです。雨、これは訓練ではない。梅雨コレクター、鍋、フライパン、貯水だる、容器、そして雨を溜めておけるものを設置して水をできるだけ多く溜めてくださいと。お、これは貯水だる、容器、貯水だるか。これ木製だる。初回無料ですが、2つ目から有料です。または自分で、あ、まあね、作れってね。作ってみるか。このお水もどんどん増えていくわけだ。とりあえず必要なものは作っておきます。木の板があるから、OKOK。で、必要ないものは全てそうとして、どうしようかな。これ入れちゃおうか。ああ、作るか、これいうの。石のボールじゃできないかな。とりあえず水は作っといて。穴じゃなくて。あ、もう作れるのかな。あ、鍋は作れるか。鍋作るか。ウォーターカップは多分意味ない。ベビーベッド。そういえば、前日に解放したんだったな。で、樽がこれで、樽を置いとくか。樽、あとは、まあでも樽を置いとくのが一番いいかな。で、あと2つぐらい作って、置いておこう。遺跡町はほっといて。ごめんね、けど、まずはいろいろやりたいんだ。鋼鉄の棒を作っておく。で、銅の延べ棒を作るか。で、貯水タンク。持っておけばいいのかな。これは放っておいてもたまらんだろう。で、麻雀だ、これね。自分で作れるか。マイクロチップと板はあるけど、あとは精度版だね。あとは完成を待つだけだ。いやー、今日もいっぱいイベントがあるね。ああ、チュートリアルを、まあ、名前を付けることができますよ、と。名前ね、必要ないな、まだ。まあ、とりあえず鳥たちには、クリで我慢してもらおう。あ、ごめん、ごめん、けど。で、これはこっち向いていこうかな。で、なんだっけ？ああ、搾乳ミルクだったっけ？作る必要があるんだっけ？重なっていると、撫でやすいね。で、とりあえずぬか入れとくか。で、これはアンディファインド。アンディファインドって書いてあるのかな。よし。で、お家をちょっと。
樽をここに置いとこうかな。もう一個置いとくか。お、組み立てステーションアップグレードできないね。スチールプレートとプロセッサー、あ、お、見たことないな。で、シンプル、お、アップグレードできる。おー、スクラブとレンガがあればできるのか。おついでに、これはレベルアップが、で、フェンスゲートは外観を変更、新しいのないね。で、これもレベルアップはなし。まあ、こんなもんか。で、これ増えているのかと思ったけど、増えてはいないな。ランプ、まあ関係ないけど外に置いとこう。よし、あ、そうだ、猫ちゃんに渡すよ。クイックビルドしとこう。あ、クイックビルドで思い出したけど、今日依頼を何もゲットして、クロムの動画納品して、配線版はどうしようかな。シチュー、牛乳と栗、キノコ板、牛乳と栗、とりあえずこの2つはお仕事しようか。ああ、チュートリアルが全部 リセットされて、で、牛乳と栗を、で、何個必要だったっけ。ミッション M か、違うな。ペンキをつ、あ、ペンキ作らんとあかんな。町役場の2階に行く。で、どれだ、よし。で、6個か。6個作る。オッケー、クイックビルド。砂糖とかいっぱいあるからな。よし。じゃあ、白馬で行こう。マイカ無視していけば。入ってこいという言い方がおかしいね。So long, partner. ごめんね、けど行こうか。まずは町役場。2階？ You came. It's good you did, actually. 来てくれたんだ。よかった。実は本が多くてね。何時間も調べてるんだけど、全然進んでる気がしないよ。あそこの本を見てくれる？じゃあ僕が見るね。おお、結構あるね。あそこ？それ以外見ろって。ああ。旧世界の民間技術。中身を見る。まあいろいろ難しいことが言われてね。どれも素晴らしい技術が今必要ない。ほう。あ、いっぱいあるね、意外と。偉大な発明100選。ほう。古代の発明はアルビューとアミラの問題を解決してみるだろうか。ラジオ、この発明のおかげで人々は手紙を使わずとも遠くにいる人と意思疎通ができるようにもなりました。また家ではラジオが聞けるようになりました。残念なことに現在この技術は失われてしまいました。とても興味深いけど残念だった。これはなんだ、陶芸の、お、まあ見てみようか。知恵出し加工、陶芸の基本ね。でもアミラは特に知ってるだろう。で、こっちはプラスチックの応用時計。お、旧世界で一般的に使われた素材の中身を見る。ブロー成形したり、様々な形に射出成形したりすることもできます。
記録によれば製造工業が世界中に広まると安全に物を運ぶ方法が必要となりました。それとは初、早中に貴重な商品が破損してしまうことが問題となりました。発泡スチロールだ、アルミ、へえ、あ、なるほど、発送するのに使う発泡スチロールね。あったあった、安全あったよ。ツヤ出し器を使えばツヤ出し加工ができるとこの本に書いてある。旧世界の人々はこうやってマシンを使って陶器を大量生産してたので、このマシンを使えばアミラの手間が省けるし労力もかけずに済む。そしてスキルを上げるのに集中できるよ。発想のやり方はわからないままだ。少なくとも彼女のスキルを上げることはできるね。発泡スチロールね。発泡スチロールで商品や精密機器、あれものを梱包できそうだね。これだ。これで完璧だ。君のおかげだよ。ところで、その発泡スチロールとツヤ出し器の作り方は知ってた。まあ、図面があればね。そう言ってもらえると安心して。図面を明かして僕は何とかするから。おお、今日は来てくれてありがとう。僕の連絡を待って。で、準備ができたら、また君の力が必要になるよ。おお。アルミオの話はこれでおしまい。で、一回出てまた入る必要があるな。あ、家も一回出て入ってないな、そういえば。うん、全然会えて嬉しいわ。それで、ここにいる素敵な紳士のモグラさんはどうだった？おやおや、目の前にいるこの方、まるで今まさに昇らんとする夜明けの太陽のではないか。あら、彼って魅力的ね。これですね、私だけだ、ご婦人。私は仲間を代表してここに来たのだ。うん、なるほど、ゲノさん。ごきげんよう。それで、何か問題でも、うん、私たちの君臨は貧しい。あの卑劣なネズミ女王の言いなりではなくなったものの、経済状況は悲惨なありさまだ。おう。うるわし町長よ。ぜひとも、地底の同志を助けてもらいたい。もちろんお礼はする。この前足に誓って。ああ、前足か。まあ確かに、もちろん力になるわ。だけどどうしたらいいの？あなた方は植物の件で困っていると聞いた。我々なら全部掘り返すことができる。しかも格安でだ。その件は今やめておきましょう。ダメか。まあなるほど、当然だな。ではモグラ叩きマシンの人手は足りてるか？友人も私も特別頭がかく、ね、それに本物のモグラなんかそうそう働いてはいないだろう。興味深い話ね。例えば山の中で役立つものを見つけたことは？どうだろう、永遠通り続けてる中で異物に鉱石、レアメタル、時には宝石が大量に見つかることもある。だがそれ以外は何もない。確かに我々に提供できるものは何もないよ。ああ、らけど私たちなら間違いなくその手のものを活用できるわ。Thanks。 なんだって、あなたはなんと鋭くつくつ素敵なご婦人だろう。サンドロックの人々に敬愛されているのも納得だ。今のって皮肉？まあ彼はいつもこうなんだよ。私は皮肉など言わない。この顔を見てくれ。これが私の真面目な顔だ。となると何らかの取り決めはできそうね。取り決めだけ、長々申し訳ないが、我が心はすでにルミ王女と共にある。王女か、うん。あなたは素晴らしい女性だ。これはとても貴重な決断だ。重要ね。簡単に決めることなど、ご本鉱山の答え、あ、もちろんだと思う。取引はできると思うわ。サンドロックは鉱石と異物で発展した町よ。私たちが協力すれば時代の流れに乗れると思うし、もちろんそれ相応のお礼もする。うん、悪くないご提案だ。ご存知のように モグラはゴルが出して、それで何をすればいい？まずは取引するための準備がいるだろう。そうね、鉱物を異物を町まで運ぶには何が必要？言われてみれば鉱山の奥深くから鉱石を運ぶのは大変作業だ。洞窟に残されているレール
ルで動作するトロッコのようなものがあるといいんだが。おう、運勢ならが作れるはずよ。トロッコが完成すればハイジのところの作業員を送ってレールの一部を作り直すことができるわ。まあいいよ。ああ。よかった。それじゃあハイジと相談して君に図面を送るわね。ファンタスティック。モグレたちにこの素晴らしいニュースを伝えてくれよ。もうすぐ新たな夜明けを拝めそうだな。おお、ありがとう。So long, partner. そうじゃあ、お祭りとかあるみたいだけど、まあそれ一旦帰るか。休む前に。ああ、壺も欲しいけど。教会にいるのか、一応だから。ごめんね、バンジョー。かまってあげられなくて。浮いてる。But what can a humble soul? 英雄に話しかけ。Thank you. Yes, I never thought of that. こうやってこなすことによってお金もらえるから嬉しい。So long, partner. お、寄付できる。I guess I could be more generous. お、そういえば料理を教えてもらってなかったな。毎日あの料理を教えてもらうのを覚えていかないとね。みんな立たなくなったな。まあとりあえずみんここにいる人は話しかけて。あ、そんなところにプーベルズいる。ベブルズがいるんだ。あ、みんな雨の話してんだね。Now that's what I call prudence. いや、ハイジにも話しかけ。は。で、この人にはレシピも、レシピを教える。オムレツじゃなくて目玉焼きだ。濡れた髪があって言ってんだ。で、ダンビにも話しかけ。え、ムサからポリティアの道プロジェクトの大変なもの。ああ、何？ありがとう。突然言われたね。そういう予兆あったっけ。よし、とりあえずみんなに話しかけたから、白は行くぞ。で、なんだ、あ、ゲームセンターね。ゲームセンターでなんかイベントでも。あのブルームーンというのは何か買っていこう。お、I need a tumbleweed right now. 腹が入れすぎ、回転草でも食べるぞ。転がるクソね。アイスコア更新。結構みんな遊んでんだね。運勢良かった、ここにいたんだ。今の見た？お客さんがお金を払って出ていく。食べるものを探してて。お客さんを引き入れるだけではダメなんだ。なんとか引き止めない。そこでいいことを思いついたんだ。これをいいチャンスに変える素晴らしいアイデア。お客さんが給食を食べに出かける必要がなければ、うちの機械にトークンを入れ続けてくれるでしょう。でも昼食もトークンで買えるようにすれば。2倍。なるほどね。そこで、保管ラックが欲しいの。そうすれば、お客さんに軽食を出せるでしょ。あちこで、出歩くこともなくなるってわけ。おいいね。やった、君の作業台で作るんでしょ。あと、それから完成したら取引もお願いできるかな。よろしく。
おお、なんかいろいろあるね。See ya。じゃあね。ついでに博物館で何かいいもんないかな。リワードはないね。いやー、前はこの博物館入るだけで遅くて重くなって大変だったけど、パソコン変えたから大丈夫だね。それかね、最適化が結構進んでるからね、サンドロックのゲームも、それが影響してるかな。うん、まあ無視していこう。で、いろいろ完成してるものもあるだろうし、水が溜まってない。一回中入って出てみようか。イベントが起きないかな。おお、雨のイベントが。あ、透けてる。今日あたりすごい安くなってないかな。樽じゃない、水の値段。Good morning. おはよう。君の様子を確認しようと思ったんだ。サンドロックに来てから初めてなんだね。どうだい、素晴らしいと思うんだよね。What do you think? いいね。Yeah, it is, isn't it? 見られないか、驚く。By the by, in honor of this momentous occasion, I'm throwing a celebration tonight down at the Blue Moon around 8 o'clock. There was one more thing. Burgess wanted me to tell you. Oh, yeah. That is it. You might want to set out some dew collectors and other containers today. I have a feeling they'll be waiting. All right. しっかり溜まってるわ。一気に回収したいね。てか20のやつちょっとあげよっか。あ、ここにあったのか。じゃあちょっと回収して拾う持ち物にしまう。持ち物にしまう。で、持ち物にしまう。とりあえず30までにリファイナーでレベル上げしよう。で、容量が30になったね。あ、でも俺もう一つ開けられるな。とりあえず30、40まで上げる必要あるかな。まあいいか。とりあえずお家を こことここです。あと何かある。外観の変更は変わりない。素材を変更は壁。まあいいか。よし、決定。これですぐにいっぱい貯めてくれるね。お、いいね。動線ケーブル街で、これで麻雀タコがか。ん？麻雀タコは足りなかったぞ。で、シンプルなタレかな。よかったね。必要。で、あとは必要なもんあるかな。で、水は入れちゃうか。びっくりマーク出てる。
あと作る必要があるもの、何？アクションヘルメット。へえ、そんなものがある。購入したっけな。あ、そうだ、ついでに両方アーネットか。キノコの肉詰めは何で作る？まあキノコの肉詰め作るか。あともうちょっとだね。キノコの肉詰め何個？お、キノコの絵が変わってる。愛か。ミッションは。なんだ？Lか。11個。お肉をちょっとお願いして今度あかんかな。もうこうしてる間にどんどん水が溜まってくね。回収、回収。あ、ニモにもお願いしようかな。ニモお願い。とりあえず触れ合ってから、違う、発見する。水調査収集にしておこうか。まあいいや、まずは博物館に行って。おお、コッコ。ココは仲間にはならんのかな。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。